はい、どうもトロです。キングダムハーツ新作アプリダークロードのね、新情報が公開されました。1枚のスクショと、まあ、ゼアノートの仲間たちの素顔と名前がね、公開されたので、今回は彼らについてざっくりとね、考察、させていただきました。まあ、結構ね、可能性の高そうなね、考察もね、含まれているので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。はい、それではね、行ってみましょう。ブラギについて、まずこの家族写真の、右側のオレンジ色っぽい髪の毛のね、男の子、ブラギですね。結構な人が気づいてると思うんだけど、名前のアナグラムがね、シグバールことブライグさんの並べ替えなんですよね。まあ、表情からもね、ブライグさんっぽさが伝わってきますね。うん。なので安易ですが、ブラギは、ルシュであって、そのアナグラムブライグをずっと名乗っているのかもしれません。ちなみにブラギっていうのは北欧神話の地の神地の神で、北欧神話のオーディンの息子である説と、オーディンが名乗った名前の一つが、ブラギという説があるそうです。まあ、後者の場合は、まんまルシュですよね。で、まあ、親とされるオーディンは魔術を得得するために片目を代償としたそうで、まあ、ルシュことね、ブライグを彷彿させますね。まあ、以上のことからも、ブラギはルシュという線はね、濃厚だと思います。まあ、関係ないけど、ブラギの雰囲気、某漫画のアンジローさんに似てないですかね。髪の毛の雰囲気とか服の配色とかね、もうそれしか見えなくてね、辛い。ベルについて、次に、ベルですね。この家族写真のゼアノートのね、横にいる、まあ、ちっちゃい、まあ、女の子かな多分。うん。まあ、最初に見た瞬間、北欧神話のね、運命の女神の一人ベルザンディかと思いましたが、海外のね、あの公式の表記を確認したら、綴りが VOR だったので、このね、ちっこいベルちゃんは運命の女神ではなさそうですね。で、VOR の綴りで調べたところ、北欧神話にベルというね、知恵に関連する女神がいて、まあ、注意深いものという意味を持っているそうです。またもう一人ね、綴りは違うんだけど、冷やすものの意味を持つスベルという盾の神がいました。まあ、どの神が元になっていても、このベルちゃんはね、ビクセンことエベンと関係がありそうですね。まあ、なんかね、ベルちゃん雰囲気的に研究とか本が好きそうだなと思っていたのと、あと瞳とね、髪の色もね、エベンなんですよね。まあ、あとね、見た目だけで言えば、まあ、ラクシーヌことエルネナにも若干、似てるかな、瞳の色とかね。うん。ウルドについて、はい、じゃあ3人目はウルドなんですけど、家族写真左上のこの銀髪美少女ですね。で、まあ、スクルドとね、同じく金目ストレートヘアというね、共通点もあるので、ウルドの由来は北欧神話の、運命の女神で間違いなさそうです。まあ、ただね、あのスクルド金目っていうのは、まあ、確定事項ではないので、絵によって若干違ったりするんですよね。うん。まあ、あとね、時代がね、あのスクルドと異なっているので、まあ、本当の姉妹っていうわけではなくって、他のね、あの別のつながりがありそうですね。もしかしたらウルドの顎にはそのヒゲが生えていて、あ、ルクソード要素もないか。まあ、ただウルドという名前は運命を意味していることを、眉毛の生え際は角度の雰囲気がルクソードに似ていることなどから、まあ、ルクソードと、まあ、夜空とかとね、つながりはね、疑ってもいいかもしれません。まあ、フェイスライン隠してるところも、そのバニタスとかインビを彷彿させるので、まあ、何かしらのキャラとのつながりはね、あると見ていいでしょう。てかね、ブラギと狛犬眉毛かぶりしてるんだよね。うん、兄弟なのかな。ヘルモーズについて、はい、で最後の仲間がこの家族写真後ろの身長高い男の子、ヘルモーズですね。まあ、彼に関してはもう考察とかじゃなくって直感なんですけど、まあ、おそらく陸もしくはエフェメラ関係者かなと思います。まあ、特に陸要素がね、多めで、まあ、銀髪だったり、まあ、瞳の色もまあ若干見づらいんだけど、多分ね、一緒だと思うので、はい、で服にね、黄色い要素が多いところからも、陸っぽいですね。まあ、ただ陸特有のあのサラッサラヘアがね、ないところを見ると、ウルドちゃんともしかしたら、リア充。ちなみにヘルモーズも、北欧神話の神の一人で、勇気、戦いを意味します。
まあ、勇気といえば、リクのシンキーブレード、ブレイブハートのブレードも勇気であるため、やはりここからもリクとのね、関係性が伺えます。やっぱりね、この4人の新キャラが、スクエニのね、あのゲームっぽいな、聖剣伝説3っていう名作のね、過去を描いたヒーローズ・オブ・マナ。彼らとなんかバランスとか似てるんだよね、なんか、なんとなく。まあ、下村陽子さんつながりだったり、まあ、3の過去という、まあ、同じキーワードで引っ張ってきたのかな。まあ、ただあっちのデザインは野村さんじゃないんで、微妙っちゃ微妙ですけどね。はい、そんな感じですね。もともと春配信予定だった本作なんですけど、まあ、某ウイルスの影響で、まあ、開発に支障が、出てるそうなので、ね、配信されるまで今しばらく楽しみに待ちましょう。次回情報解禁日は6月11のようですね。まあ、すぐですね。また何かしら動画にしようかなと思います。はい、この動画が良かったと思った方は、ぜひぜひ高評価ボタンや SNS で拡散お願いします。まあ、これからも考察を見たいという方はね、チャンネル登録もお忘れずに。まあ、ちなみに今ね、キングダムハーツ大型企画と銘打って、配信者さんと視聴者さんがね、交流できる場所っていうか企画をね、ちょこちょこと考えて生放送も、させていただいております。そちらもね、ぜひ参加していただければなと思います。はい。それじゃあ、以上。またね。バイバイ。